ペリアース、ペリアースは、ギリシア神話に登場するイオールコスの王である。長母音を省略してペリアースとも表記される。コルキスの黄金の羊の皮の探索を、イアーソーオンに命じ、アルゴノウタイの冒険の原因を作った。ポセイドオーンとトゥーローの子。テッサリアでビアースの娘、アナクシビアーを妻として、アカストス、ベーシュディケーペロペア、ヒッポトエー、アルケスティスを得た。 一説には、妻としたのは、アムピーオーンの娘ピューロマ系だとも言う。サルモーネウスとアルキリ系の娘トゥーローは母を早く、亡くし、サルモーネウスの子妻となったシデイローに虐待を受けた。トゥーローは、家臣、エニーペウスに恋し、いつも、エニーペウス側のそばで、悲嘆の心を訴えていた。これを見たポセイローオーンは、エニーペウスに化けて、トゥーローと交わり、 やがて、ーローは密かに双子を産んだが、死霊郎に見つかることを恐れて、これを捨てた。テューローは、内部をくりぬいた木の箱に赤子を入れて、川に流したという。双子の赤ん坊は、馬飼いたちに拾われ、養育された。その際、馬の蹄が赤ん坊の一人にあたって、顔に、あざ、ペリオンができた。馬飼いは、あざのついた方を、ペディアース、もう一人を、ネーレウスと名付けた。 二人の兄弟は成人すると、母親が虐待されたことを知り、死霊牢を襲った。死霊牢は、ヘーラーの神域に逃れたが、ペリアースは、ヘーラーの祭壇の上で彼女を切り殺した。これ以降もペリアースはヘーラーを苗頭にした。アゥテーローは、サルモーネウスの兄弟でイオールコスの王クレーテウスの妻となり、アイソーン、アミュターオーン、ペレースを生んだ。ペリアスとネレウスは、 クレーテウスの養子に迎えられた。クレーテウスが死ぬと、ペリアースは、ネイレウスを追放して、イオールコスの王座を継いだ。この時、クレーテウスの実施、愛想ンを捉えて、最主ともに監禁したとも言う。追放されたネイレウスは、メスセーネイに来て、ピロスを建設した。ペリアースが、王権に関して、信託を買うたところ、片足のサンダルの男に、 注意すべしとの託戦があった。海辺でポーセイドーンに犠牲を捧げるときに、アイソーンの息子、イアーソーンも呼んだ。イアーソーンが来ると、彼はサンダルを片足にしか履いていなかった。イアーソーンがアナウロス川を渡ろうとしたとき、一人の老女に頼まれて彼女を背負って渡ったところ、その意外な重さに思わずよろめいて、サンダルを流れに落としてしまった。この老女はヘーラーで、 ペリアースがヘーラーへの生贄をやめてしまったので、罰することにしたのだという。これを見た、ペリアースは信託を思い出し、イアーソーンに対して、市民の一人の手によって殺されるという告げがあったと、したら、お前ならその男をどうするかと問うた。イアーソーンは、私なら、コルキスの金羊毛の皮を持って帰るように、命じるでしょうと答えた。ペリアースは直ちに、 イアーソーオンにその川を取りに行くように命じた。この時イアーソーオンは王位を要求し、ペリアースはイアーソーオンに王位を譲る条件としてコルキス域を命じたとも言う。金曜毛の川の探索については、イアーソーお及びアルゴナウタイの項目を参照のこと。アルゴ船が出港して数ヶ月が経ってもアルゴナウタイは戻らず、テッサリアでは彼らは皆死んだと噂されるようになった。 ペリアースは、イアーソーンらはもう帰ってこないものと信じ、監禁していたアイソーオンを殺そうとした。アイソーオンは、自決を願って自ら死に、イアーソーンの母親、ポルメレーもまた、ペリアースを呪って首で死んだ。二人には幼い子供、プロマコスもあったが、ペリアースはこれも殺した。このことは、イオールコスのパガサイワンに帰り着いたアルゴーナウ隊にも、伝えられた。 イアーソーオーンは、ベリアースへの復讐を念じたが、アルゴナウタイには、ベリアースの息子アカストスもいたた、ベリアースを殺すという合意は難しく思われた。そこで、イアーソーオーンは、メーデーアに相談し、メーデーアは、単身でイオールコスの王宮に乗り込んだ。メーデーアははじめ老婆の姿をとって、アルテミスの使いだと名乗った。ベリアースの目の前で、自らの老いの影を取り去ると、 本来の若い姿に戻り、音調によって、王も、このように若返らせることが出ると告げた。さらにお羊を八つ咲きにしてにいると、小羊となって現れ、ペリアースの娘たちに父親を同様にするよう説いた。娘たちはこれを信用して、ペリアースを切り刻んでみた。ペリアースが死んだ翌日、イアース王は、彼のために、僧霊競技を開いた。 アルゴの歌いがこれに参加し、二頭立ての戦車競争で、エウペーモスが、検刀でポリュデウケースが、やり投げで、ベレアグロスが、相撲で、ペーレウスが、短距離走でゼーテースが、長距離走で、カライスが、自由闘技で、ヘイラクレースが、それぞれ優勝した。しかし、四頭立ての戦車競争では、アプロディーテへの薬草によって狂わされた馬たちが、シーシュポスの息子。 グラウコスをむざぼり食うという事件が起こった。なお、カリマコスによれば、徒歩競争で勝ったのは、女カリュドの9例姉だったとする。イオールコスの民は、ペリアース殺害に起こり、イアーソー,オーンは、王位をアカストスに譲った。アカストスは、イオールコスの住民と共に父親を葬り、イアーソー,オーンとメーデーを追放処分とした。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。